サギたちの健康のために元気だね今日も。痛い。お家に戻りたいみたいですね、こうやって。よいしょ。はい、どうも皆さんこんにちは、まさかつです。いつもありがとうございます。今日もですね、ウサギたちの健康のために良さそうなおやつを買ってきたので一つ紹介したいと思います。今日紹介するのはですね、はい、こちらですね、三幸さんのベジドロップラッキーチャーム、そのビーツですね。ここに書かれてるようにですね、食べる輸血って言われてるぐらい栄養素が豊富で、まあもちろんおやつとしてなので一つか二つぐらいが目安なんですね。1日あたりにあげる量がですね。で、公式サイト見てもですね、栄養素とかはですね、あんまり詳しくは書いてなかったんですけど、まあ、この商品はですね、まあ何とも言えないんですけど、ビーツっていう野菜ですね。それ自体には、腸内環境を整えたり、あとはですね、肝臓の機能向上とか、あとは血流を良くする効果もあるので、元気だね今日も。まあ、その効果がですね現れるかどうかはですね断言はできないんですけど、一応ですねビーツという野菜がそういう効果があるみたいですね。まあ、人間に対してですけど、まあ、それもウサギに対してもですね少なからず期待できたらいいなということでですね買ってみました。でこちらですね、消化に優しいグルテンフリーで角が多くてですねかじりやすい形で硬いので歯の伸びすぎの予防で、日本での販売はですね三幸産業さんなんですけど、こちらドイツの JR ファーム社っていうところですね。かなりここに書かれてる限りはすごい信頼できそうなね製造元ですよね。はい、それでは早速食べてみよう。あ、思ったよりもですねサイズが大きい。だからこれはもうね、一話あたり一日一つで十分じゃないかなと思いますね。もちろんね、もっと10キロぐらいになる大きいウサギさんだったら話は別だと思うんですけど、はい。それではどうぞ。なかなかこれ、チモシーのブロックみたいなやつ、ね、売ってますよね。それよりも硬いかもしれないですね。すっごい硬い。これ結構食べきるの時間かかりそうですね。舐めてる。舐めても美味しいのかな。ほら、噛むの疲れたのかな。まあ、ゆっくりでいいからね。噛むのやめて舐め始めましたね。これはですね、手で揚げるのもいいんですけど、かなり時間かかりそうですね。まだまだ全然、ちょっと、かじって、ね、形がね、こう削れただけですね。ですから、ケージの中に入れておいてですね、気づいたらなくなってるな、ぐらいの方が、もしかしたらですね、まあ、本当に時間がない時は、そういう与え方でいいかもしれないですね。うん、それじゃあ、続いて、ももちゃんにバトンタッチですね。はい、それでは続いてももちゃんの番ですね。よしよし。はい、どうぞ。お、あ、すごい。結構今、
いい感じで、あ、いいですね。ポリッと取れましたね。あ、これかじってもね、食べれるように砕くの、食べれる大きさに砕くのって時間かかるかもしれないですね、結構。だってこれ結構、ね、手でこう割ろうとしてもなかなか割れないぐらいしっかりしてますからね。君よりも、ね、食いつきがいいかもしれないですね。気に入ってくれましたね。すごい、なかなか3分の1ぐらい食べましたね。早いですね、ペースが。よしよし、ということで一つ完食しました。えらいね。ね、もうないんだ。あ、そっちはあるけどね。はい。それでは続いてココアちゃんですね。はい。それではココアちゃん。はい。うわ、すごい早い。やっぱりですね、体が一番大きいだけあって噛む力も一番強いのかもしれないですね。すごい勢いでなくなるの、すぐなくなっちゃうの。ココアちゃん完食しました。続いて小雪ちゃんですね。はい、小雪ちゃん。はい、どうぞ。おお、すごい、なんか勢いは一番かもしれないですね。すごい、もう丸吉くんが時間かけて食べた量よりもですね、倍ぐらいもう食べてますね。どうなのかな、ウサギも性別で好みがあるのかな、食べ物で。まあ関係ないですね、それはたまたまですよね。うん、うわ、あっという間なくなりそうですね。痛い痛い。ん？どうした？どうした？どうした？やめてよ。あー、痛い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 。怖い怖い怖い。え、ね、腕じゃなくてこっちをかじってほしいね。ん？どうした？あー、どうした？
思議とね、腕とか手には攻撃するんですけどね、顔とかではですね、絶対攻撃しないんですね。あ、小雪ちゃん、ちょっとですね、まだ途中ですけど、お家に戻りたいみたいですね、こうやって。お家でゆっくりしたいんでね。オッケーオッケー。それじゃあ、最後に、マロンちゃんに交代しますね。あ、おとなしいおとなしい。はい、最後はマロンちゃんです。どうぞ。こっちこっち。お、いいね。みんな、丸吉くん。丸吉くんもですね、最初反応良かったかもしれないけど、やっぱこう、ガシ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 食べるのはですね、やっぱり女の子たちですね。ん？あら。もしかしたら丸吉くんと同じように、ね、ペロペロ舐めて。ね、様子見てる？食べてくれますね。オッケーオッケー。おー、くすぐったい。いつも普段からですね、率先して甘えに来てくれるのはですね、丸吉くんとこのマロンちゃんだけなんですよ。他の子はですね、ちょっと寂しいなっていう時だけですね、寄ってきて、あとはもう基本的に自由気ままにね、走り回ったりしてるんですけど、まあそれもね、可愛いとこなんですけど、こうやって甘えてきてくれる子も可愛いですね。そっかそっか、またお腹空いた時に食べよう。はい、ということで今回はですね、こちらベジドロップラッキーチャームのビーツ味ですね、こちらを食べてみました。まあ、丸吉くんもですね、ペロペロ舐めて様子見るだけだったんですけど、ケージにですね、他の子が食べてるの姿を撮ってる間にですね、ケージで待ってもらってるんですけど、その時にね、中に入れてあげたら普通にですね、同じようにかじって食べてましたね。で、今後ももし生野菜としてもですね、与えても良さそうであれば、ちょっと自宅でですね、栽培してみようかなともね、少し思いましたね。まあ自分自身が食べるのもですね、なんかすごくネットで情報を見てると良さそうな感じですね。なのでもしかしたらですね、ちょっとこの動画の中でですね、栽培してるところは、ね、流さないかもしれないんですけど、もし栽培成功したら、でちゃんと調べてですね、食べてもいい量が分かったらですね、また動画でですね、食べてるところも紹介していけたらいいなと思います。はい、それではですね、今日の動画ね、ためになったなとか、あ、こんなものあるんだ、よかったなっていうの、今後もですね、いろんなものを紹介していきたいと思いますので、よければですね、まだの方は、おー、どうした、ちょっと、まだの方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。あとはですね、見たよということで、高評価もいただけたら嬉しいなと思います。はい、それでは他の動画でもですね、皆さんにお会いできたら嬉しいなと思います。はい、さよなら。